パーチャマでございます。ということで、夜中に、いきなりさ、ということで、前回の動画にね、してた、なんだっけ、フリーズ。あれが今年からなくなって、バーサスっていうイベントになったらしいんですけど、それが来ました。で、リーク情報によると、バーサスっていうので、ファイヤーチームとアイスチーム。まあ、赤と青で2チーム来て、今日は赤のファイヤーチームが来たんですけど、赤は逆足が5になってるみたいな。で、アイス、青は、スキルが5になってるみたいな感じで、激アツじゃんって言われてたんですけど、なんか、リークが間違ってたのか、EA が間違っちゃったのかわかんないですけど、全然、そんな感じじゃないんですよ。どういうことって思うかもしれませんが、見ていただきたいんですけど、まあ、ここでね、見れます、ここで。あ、これじゃなくて、ラッシュフォードね。例えばラッシュフォード。ラッシュフォードとかを見ると、ラッシュフォード見ると、これ来てます。今、ファイヤーチームが来てて、これですね。で、元のラッシュフォードがこれ。まあ、オーバーは3上がって、能力は上がってます。で、逆足ね。逆足がスキルムーブ5。あれと、もう5だよと。あ、じゃスキルムーブは5。で、逆足は3。あれと。ね、一緒ラッシュ一緒なのって。で、あ、じゃあ、誰だっけな、あと誰がいたっけな、ちょっと待ってね、ここにね、で、それとジェズス、あとジェズスも来てるんですけど、はい、これね、はい、あー、これね、これジェズス、多分これがそう。で、今までの普通のジェズス見るとスキルムーブ4、逆足3、ね、スキルムーブ5になってるんだ。で、逆足3で、あ、1、5になってるっつって、5になってるってなるじゃん。で、あとね、普通にジョー・ゴメスとか来てんだよ。ジョー・ゴメス、ゴメス、逆足、あ、スキル上がるのみたいな。まあ、おもろいやんみたいな、おもろいやんってなるじゃん。で、普通のゴメスが、3-3で、こっちも3-3、意味わかんない、意味わかんないのよ。何なの、ファイヤーチーム、アイスチームって、まあ、能力は上がってます。で、俺が思うにファイヤーチーム、アイスチームはスキルムーブ逆足だけじゃなくてパスかシュートかみたいなことなのかなっていう気がする。あの SBC で来てる人が確かそうなんですよ。で、あ、違うか、目標か、目標で来てる選手がパス強化とシュート強化になっている。で、ジョー・ゴメスは、加速75出した足、足これね、これ元のジョーゴメス。で、パスが60のシュートパス。ショートパス78。決定力26。はい、これが、決定力、パスが83まで上がってると。78が83。あんま上がってないな。ああ、ただの強化じゃ、ただの強化だな。マジで、このバーサスってイベント、よくわかりません。で、目標は、2種類来てます。で、これがね、バーサスタグリアフィコ。で、これもバーサスの赤と青でどっちか選べる。で、目標は、名高いライバル関係、ライブフレンドリーで、アルゼンチン人選手のみのチームを使用して、15ゴールを決める。で、アルゼンチン人選手のみのチームを使用して、クロスで3アシスト。で、ブラジル人のやつがあって、エベルトンが来てます。もう1パターン。もう僕取りましたけど。そっちはね、確か、スルーパスでアシストかな。で、これは、8試合ゴール決めると。で、これが、4勝する。アルゼンチンだけの選手。で、まあ、ブラジルだけの選手だと、エベルトン。まあ、来てるんでね、どっちも強そう。まあ、でもタグリアフィコよりはエベルトンの方がいいかなみたいな。ちょっとやっぱタグリアフィコはちょっとサイズがフィジカルとかも、まあ、ちょっと微妙っちゃ微妙。で、SBC が、SBC これでね、クリスチャン・プリシッチ能力見れません。うん、さっきのところで見れるわ。で、チェルシーでオーバー83で、プレミアリーグでオーバー84で、 TOTW で85ということで、まあ、約ね12万円ぐらいだったかな。で、プリシッチはちゃんとなってたんじゃないかな。なんかちゃんと逆足もなってたんじゃなかったっけな。もう人によっていろいろなのよ。だからね、このイベントのはどうなってんのと。それがね、もう分かんないの。で、違う、これじゃないね。これね。うん。で、これが、多分こっちがファイヤー。で、こっちがアイスかな。まあ、どっちか分かんないけど。で、普通のプリシッチは、見てください。逆足、スキルムーブ4-4です。で、こっち真ん中の多分アイスはスキルムーブが5になってる。で、逆足は4のまま。で、こっちは逆足上がってんのよ。だからよくわかんないの。で、能力としては加速95、ダッシュ91。この辺多分一緒でしょ？加速は一緒でしょ？
ただ、プリシッチはこっちが決定力78で視野が92ショートパス90でこっちは決定力87で視野が85ショートパス82ということで、やっぱりねパスとシュートどっちっていうのがメインな気がします。で逆足とかはおまけなのかなみたいな、人によって違うのかなみたいな、上がる人もいれば上がんない人もいるみたいな、上がる人が来たら優秀みたいな感じですよね。で、まあ、プリシッチも普通に強そうではありますが、まあどうしようかなみたいな、まあ僕のチームに入るかどうかわからないなっていう感じではございますね。で、肝心のパックで来る選手ですね。で言うと結構みんな強くはなってる。ただあのね見た感じジェズスがやばそう。これ、ジェズスがやばそうです。あれいけないのかと、大きくなんないのかと。ジェズスがペース93ドリブル91シュート87でラッシュフォード。バルベルでも、まあ、強そうっちゃ強そうだけどこの人はスキルムーブとか変わってなかったかな。あとアダマトラオレがやばい。アダマとジェズスはちょっと注目株、見てみましょうか。アダマとアダマね、まあ、ジェズスさっき見たけどちょっと能力細かく見ていきましょう。結構ねやばそうだったよ。で、ジェズスね、ジェズスでジェズスの、まあ、これですね、まあ、これでも普通に強かったんだけど、何よりねジェズスはねちょっとなんか固有みたいなのが入ってんのか、だからトラップするポジションがね気持ち悪いところでトラップするんですよ。だちょっとねアイコンっぽい動きをするんですよね。でそんなジェズスが加速96ダッシュ91になってて、攻撃ポジション93でシュート力決定力が90でキック力が88で視野87ショートパス87パスも多いね。で敏捷性96バランス92でドリブルもこねこねでリアクションも91なんでボールが転がってきやすい。冷静さは84だけど、まあ、ちょっと低いね。でフィジカル77でスタミナ88。強いでしょこれは、これは強いでしょと。でアダマね、アダマはねちょっともうなんかバカが考えたのかなみたいなバカが考えたのかなみたいな感じになってますまずねもう爆上げしてる、もうやばい、能力が、能力の爆上げやばい。見てこのオーバーの違いね、8上がってんだよ。で足の速さは97-96でシュートとかは決定力66かでフィジカル87この辺かな。で加速99ダッシュ98で決定力が75まで上がってて、でフィジカルは96まで上がってて、でパス視野が83ショートパス88、パスが上手くなってる。やっぱねパスなのかな、シュートなのかな、どっちみたいな。こっちパス分かんないでしょ。パスもシュートも上がってんのよ。決定力75ね、もう66から75めっちゃ上がってるやん。これが2とか3とかだったらあベースアップなのかなってなるけど、めっちゃ上がって、さらに視野は67から83だからよりパスの方が上がってるみたいな。マジでこのイベントよく分かんなくなっちゃってる。でスキルムーブ4逆足2ね、これスキルムーブ4逆足2分かんないもん。何なのこのイベントは、単純に VS にしてるだけってことなのかな。でもよく分かんないマジで。うん、ただアダマはやっぱパスできるようになったんで、結構ねフィジカルがあってスピードがあってドリブルができるでしょ。でパスができるんだったら、まあ、サイドの選手としてはかなり優秀なタイプになるんじゃないかなみたいな、まあ、シュートはあんまり打てないけど、今まではねドリブルはできるけどパスが微妙だったみたいな感じだったんですよ、まあ、シュースとは言わずもがなみたいな。でアダマトラオレ今いくらになってますか。アダマトラオレちょっと待ってね、アダマトラオレいくらになってる。最高、あじゃあ最低が、5万円とかにしとく。全然いってると思うよ。あ28万、まあ大体28万ぐらいか、まあ、このタイミングがね高いよ。ラッシュフォード俺100万いってると思うな。ラッシュフォードは去年100万いってたから、アホがね100万にしてるんじゃないかなって思う。アホがね、ほら115万、絶対その強さはないと思うんだよな。スキルムーブ4逆足3あるかな、あるかな。まあ、ナツメグエラシコが強かったからっていうのがあると思うんだよな。どうなんだろう。まあでも100万円ぐらい、まあでもこっから落ちてくるでしょ。俺ジェズスやばいと思うな。200万ぐらいいってんじゃない、いってないかな。俺絶対ジェズスの方が強いと思うもん。あ170万、まあ約200万、まあ、100万オーバーの200万近い感じ。ジェズスが当たりですね。ジェズスとアダマ、あとラッシュ、この当たりは当たりかなと思います。
はい、ということで、ではね、ストアに メガ選手パック来てますんで引いていきたいと思います。レッツグーグーグー、当てますよ今日は。はい、ということで来ました、行きましょう。2000円、まあ3回ぐらい引いてなんかね、イベントのカードが来ればいいなって思ってます。はい、来た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 。いやー、これね、まあまあ、でも誰、ルカクか、 88、 まあ88オーバーの、オーバーがね、下の人は裏にいますから、来てくれ来てくれ、お願い、大好き。 いなそうだね、いなそうだね。まあ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 、でも一発目からウォークアウト、これは期待できるんじゃないですか。これは期待できるんじゃないかなと思ってますよ。頼ませ頼ませ頼ませ、お願いします。これコミュニティ条件でね、レア選手パックが最初に来てて買いそびれてたらこれが来たからラッキー。頼むウォークアウト。いやー、もうない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 、マジでない。2000円だよ、ウォークアウトなし、裏もいない、やばいよやばいよ、これはマジで頼むわ、マジで頼むわ。それしか言葉が出てこない。もう4000円だよね。4000円だったらちょっと1軒ぐらいだったら居酒屋行けるよ、みんなとね。頼む頼む頼む、牛丼か、これラストにするわ。次ちょ3回ぐらいって言ってたけど、さすがにウォークアウト1回じゃ寂しいからラスト1回いきます。でこれでもう引きますんで、バチッとラッシュボタンお願いします、お願いします。マジで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 、くー、やべえマジで。ミリンコ今3回でしょ、裏もいないよな。はあ、もう全然、これも6000円か、8000円か、8000円使ったかも、マジか。ちょ、もうラストいくわ、ラストいく、これでもうダメだったな。頼むウォークアウト、マジで頼む、マジで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 